画像提供 C テレビ東京無理やりマツコ。テレ東に無理やりやらされちゃったのよ。マツコデラックス45が7年ぶりにテレビ東京とタッグを組み、5つの深夜特番を企画、放送するプロジェクト、無理やり、マツコ。テレ東に無理やりやらされちゃったのよ、が、10日深夜放送の第5弾、テレ東に無理やりやらされちゃったのよ、で幕を下ろした。プロジェクト最後の放送では、テレビ愛とテレビ東京愛、同プロジェクト4作品の反省点などを、マツコ節、全開で熱弁し、視聴者から大きな反響が起きている。マツコとテレ東のつながり、画像提供、C、テレビ東京、無理やり、マツコ。テレ東に無理やりやらされちゃったのよ。この日の放送は同プロジェクトの反省会。テレ東で唯一マツコと関わりのある二人、報道局経済解説委員、池谷徹とマツコの手。で東出演作、愛の無知、の浜谷浩一プロデューサーを迎え、対談形式で進行する。まず、浜谷 P と、年に一回あるかないかのメールで薄くつながっていた、ことが、今回のプロジにつながったと説明され、マツコとテレビ東京との関わりが紐解かれていく。アドズバイキオスクド、化け物、マツコ、私テレビ大好きなのよ。子供の頃からテレビしか見てない、マツコがテレビへの思いを語り出す。休みの日なんて一日中テレビ見ている。テレビだけ見てれば十分。テレビが終わっているなんて言うけど、こんな、自分のような、化け物が生まれるぐらい、テレビっていうのは恐ろしい、テレ。ビが誰よりも好きだからこそ、自分が見てて損したなって思う番組はやりたくない、と、出演者側としての矜持を覗かせた。マツコとテレ東を見続けてきたマツコ、1985年から放送されていた、特急の時刻を延々と流す、レール7が、テレ東の記憶で、一番強烈に焼き付いている番組、と振り返る。テレ東といえば何?と聞かれれば、いい旅、夢気分をあげる、ほど同番組が思い出深いマツコは、マツコデラックス、いい旅、夢気分を語るって2時間特番ができる、熱烈な視聴者だったと明かす。また、他局の女子アナの傾向に悪態をつきつつ、女子アナをキャバ嬢と割り切っている、テレ東の女子アナが一番可愛い。民放で一番女子アナの採用が上手、とテレ東の女子アナ事情もある意味絶賛した。佐久間 P に失望、画像提供、C、テレビ東京、無理やり、マツコ。テレ東に無理やりやらされちゃったのよ。これまで4つの企画を放送してきた同プロジェクトだが、マツコの評価は両極端に分かれている。レンタルマツコと浜谷 P が担当した、マツコ、昨日死んだってよ。は、いつも見ている、テレビ東京の王道、と高評価。特に、昨日死んだってよ、は死をテーマにした内容だけに、不謹慎と一部炎上したものの、斬新な手。法で薄っぺらい内容をごまかしていた、とマツコなりの称賛が送られた。しかし、ゴッドタン、でおなじみの佐久間信行 P が担当した、マツコがマネーをあげたいクイズ。
は、マツコも期待が大きかったのだろう、お気に入った内容、に厳しい指摘が止まらない。芸人さんの力でものすごい才能があるかのように、見えてる。何もかもすべてに迎合したような番組を作る男、と佐久間 P を痛烈批判。佐久間義行が私にこんなクイズ番組をやらせた。一番の失望、と怒りをあらわにした。視聴者興奮これまで5つの企画を放送してきた同プロジェクト。優秀の美を飾った第5弾の放送を受け、視聴者からも様々な感想が寄せられている。また、今やテレ東を代表する大物プロデューサーとして君臨する佐久間 P。だけに、頭ごなしに批判される姿はお笑いファンに驚きを与えたようだ。深夜番組はテレ東調べ編集部で全国20から60代の男女1361名を対象に、深夜版、組が面白いテレビ局を調査したところ、男性で1位、女性でも2位にテレビ東京が選ばれている。男女ともに、テレビ東京の深夜番組が面白い、と感じているようだ。今回のプロジェクトでは、マツコ側からは番組内容に何も要求を出さず、テレ東側が、マツコにやらせたいこと、を企画し、撮影に挑んでいる。丸くなった、権力にねじ伏せられたお釜を、もう一度ドキドキさせてくれるのはテレ東なんじゃないか。淡い期待があった、とマツコはその真意を説いたが、今回のプロジェクトでは不完全燃焼だったのかもしれない。それでも、テレ東に対して、半眼びいきをしていた。弱者ゆえに応援しようとしていたがもう立派なテレビ局、と評し、今後も関係は続けていくと明言。年末くらいかね、と次回出演に意欲を覗かせた。マツコも視聴者も、心から楽しめる番組が再びテレ東で見られる日を、今から楽しみにしたい。合わせて読みたい。もしもマツコが死んだら、滝藤賢一号泣。福山雅治、天国の二丁目で待ってて、文、調べ編集部、サバマサシ、調査概要、方法、インターネットリサーチ、クズー、調査期間、2017年2月24日から2017年2月27日対象、全国20代から60代の男女1361名、有効回答数。